太鼓が見えちゃってる。なんか後ろがジムで動画撮ってたんですけど、めっちゃムキムキな人に見られた。でここが、東京のパロ聖蹟桜ヶ丘です。多分初めて来ました。早速入り口にあるっていうね。イエーイ。でここやばいぞ、配置がやばい。やっばいな、ここ。ほら、来てよかった。やば。しかも太鼓の音鳴ってないっていうね。どっちもデモ画面音なし。いやー、これいいのかな、これ環境。まあ背後には誰も立てない。ほら、あ、いいな。でも動画どうやって撮ろう。三脚も置けないよな。まあうまいこと撮るか。やば。で三脚設定。でメンテマ悪そうだな。こっちも出てる。でもこういうとこは好き。あー、こっちもちょっとダメっぽいな。紙っぽいなみたいな。三曲でやりましょうか。こんなヤバいとこがあるんだったらリスナーさん教えてくださいよ。でもちょっとコメントとかいろいろ来すぎて、Twitter の DM とか、なんかどこどこ来てくださいってめっちゃ言われるんで、ここも言われたかもしれない。では音はどうなのか。あ、ちょうどいい。ちょっと俺の喋りも聞こえる音量ですね。音量、声の音でかいね。家じゃない。好きな曲を選ぶ。うちの叩き心地はいいの。じゃあここね、閉店時間早いらしいんで、ささっとメンテ確認行きましょう。いや、ここやばいな。ここよ。跳ねない。うちのやっていいよ。思ったより入ってて草。では連打入るのか、連打のみご覧ください。安定感がやばい。だから 2P は、左面の下で、 1P が左面が空気入ってる。でも 1P の方がいいか。こっちは連打入んない。もう一回やりた。でもあっちもあるから先にやるか。意外だな、これめっちゃいいわ。事故部出るかもしれない。よし、じゃあこっちどうしよっかな。でなんとこの太鼓と太鼓の間なんか入ってる。三角コーンかな。やばい。どうしよう。こう取るしかないか。じゃあこれで行きましょう。いや静かだな。太鼓やってないと静かですよ。音量変わんない。音量。叩き心地が結構いいな。こっちの方がメンテいいや。叩き心地もいい。音もいい。踏み台が。
弱い。一番メンテいいのに連打入んない。まあ、もう一回やりますか。なんかね、2回ぐらいやんないと詳しくわかんない。こんなもんか。よし、ダメ。連打入んない。で、2P が、縁が出てんのと、この辺ちょっと空気入ってる。で、右の面が、ちょっと反応悪い。じゃあアングル変えるか。アングルっていうのは撮影角度のことです。いやーすげー、最高だな。入るじゃないですか。だからいいね。こうやって、いやー楽しかった。うお、その後にやろうとしたらカード使えなくなってる。スマイルスマイルスマイル3回やろうかなと思ったんですけど、噛み合いマシだと思うんで、まあ、胸キュンでちゃんと入るのかやりますか。噛み合えば自己ベ出ますよ、スマイルスマイルスマイル。ただまあ1回しかできないんで胸キュンやりたいみたいな、そんな感じです。秒速50出るかな。10分前か。いや胸キュンはダメだったな。で多分ね、この上に貼ってある張り紙、特用抜け対策されたから、あの多重が起きるのかね、連打入るのかね。でここなぜかハウスバチの色が逆なんですよね。こっちもほら間違えてるな。他の音ゲーが、サンボル1、マイマイ2、リーバ1、ユビート1、お、シンクロニカルすげえ。ダンレボ2デラ、ダンスラもある、チューニズム2台、すげえな。ギタドラ、ボルテ2台、すげえ、シンクロニカルのやばいな。マックス3曲、すげえ。ああここにもこれがあった。パロってよくありますよね。これモリファンでもあるか。まあパロとモリファンってあんま変わんないですけどね。あのパロっていうのはなんかモリファンの進化版みたいな、他の音ゲーも置いてあるみたいな、そういうとこが、パロです。でもモリファンって言ったらアーム激弱なんだよな。もう弱いかな。どうだ、やっぱやばいわ。でもさ、閉店7分前でこんな暗くなる。早すぎに閉めんの。あ、閉めてないけどほぼ閉めだよね。閉め奴隷2000。あの後々気づいたんですけど、つむつむもやばい。ということでガラガラで快適だった。楽しかった。